じゃあ韓国人や朝鮮人、ひいては中国人の人が日本のことを一方的に非難するのは、やっぱりそれもベトナム戦争後遺症症候群みたいなものだ。例えばうちの場合ね、うち日本戦時もね、エミシミン、そしてその王家筋である得た日の大王家で、ね、せやけど、そういう記憶があるし、部落が第一あったから、つい最近まであったから、今もあるけど、部落差別解消法という法律がポンと出されて何の機能もしてへんけど、内垣の機能させてるだけ。ただね、その法律ができてから、ヤクザの人たちも銀行口座作れるようになってる。そういう法律や。じゃあヤクザって何か分かったでしょ。先行王朝。先行王朝人。暴力団じゃないよって言ってるよ。だから反社会勢力じゃないよって言ってるの。先住民。先住民のこと反社会勢力ってのはちょっとおかしいじゃん。それだったら大和民族の方が反社会勢力だよって言ってる。ね、侵略してきた方こそが反社会勢力なのか。この文脈通りまくってんの。たくさんし。まあ、でも、部落っていうのはな、部落民である徳川さんが部落制度を残してくれたから風化せんかったとも言えるな。だから知恵者やって言うてん、徳川さんは。破格の知恵者や言うてん。徳川家康は。まあ、その家臣団も、すっごい家臣団だってわかるやろ。まあ、豊臣家臣団と比べたら、一見派手さはないように見えるけど、その緻密さがあるよ。ものすごい徳川の家臣団。わかる？それでな。じゃあ、朝鮮党。朝鮮党なんだな。十分慰安婦とか、日本より日韓英語よりも、もっともっと深刻な千年間に、もっとかな。まあ、少なくとも千年間にわたる、キッタン女神、すなわち、ヤンバル、すなわち、日本からも補充に行った、ヤマト民族による、すなわち、ユダヤ人による、深刻な支配があって。でも、それはないことになってる。そんなことなかったことにされてるの。二段、二段、全部わかる？例えば。な？二段が運びさせる。なんでかって、お前ら人間やろ。この重たいもの持って、日本史でどこまでも歩けんやろって。俺ら人間ちゃうからな、カハハ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 ハ日本はそんな差別あったって。はっきり分かってるから、風化してないから。じゃあ日本のせいにしたら、日本の選手もが、ああ、それは大和民族のせいですよって、サクッと簡単に言い換えてくれるやろって期待するに決まってるんですよ、朝鮮の人たちは。ね。だから朝鮮党の人たちは、身内同士を非難するのは難しいけど、最近その、従軍慰安婦関係の慰安婦のばあさんって言われる人と、その、割と若い、その会長っていうかな、ユン会長、ユンって伊藤やけどな、で、おばあさんがどっちかばっかりで言うことでしょ、どっちかと、あれ、ヤンバーやん、上流階級がな、十分ヤンバーありえん、嘘やん、たぶん、パクとかリーが十分ヤンバーやってましたっていうこと、こそ、そっちの方が嘘やん、それをユン会長、実は怒っていじめてたんちゃう、本当は、伊藤やから。事情を知ってるから。そのほうがもっともらしい解説やろ。な、やばいやろ、この解説。中国の方は、うん。一つの国家になってるときは、江南と下腹の対立はないことになってます。さっくり言いやがって。で、しょっちゅう、江南と下腹の対立は二つの中国、北中国、南中国。簡単に分かります。北京政府、南京政府。北京、あるいは北京政府。別のバージョン、いろんなバージョンありますけど、長安政府、武漢政府、いろんなバージョンがありますけど、洛陽に都があったあるときだけは、なんとか融和主義というか、その、穏やかな、その、無理ね、もう、実家石がこっちから、これ秘密って、あの下には、おっとっと、入っちゃったんだ、また。
それまた言っちゃったんだ、泣くような地下の話、また言っちゃったんだ、アメリカそこ、意味も分からず空爆しろじゃないか、意味分からないものは空爆しちゃえって、アメリカ人バカだから。